ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。ヒカキンの金運アップグッズのコーナー。少し前にね、お財布用の布団っていうのを買いましたけど、今回も金運がアップすると言われてるグッズを Amazon で買ってみました。3種類あったので全部買いました。それがこちら、金のなる木。金のなる木って書いてある金ピカのちっちゃいね、木の形した金運アップグッズです。金のなる木かな、どっちかな。で、1つ3000円くらいで売ってました。玄関とかね、寝室とかリビングとかに置いとくと金運がアップするらしい。1つずつ開けていきましょう。なんかね、値段ちょっとだけ違うんですよね。ほんの数百円くらい。さあ、一つ目。おー、おいでいでいで。ちっちゃいな、思ったより。いでよ、金のなる木。あれですよ、100円玉がなるとかじゃないからね。おー、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 あ、結構丁寧な感じに包まれてる。あ、え？おー、あー、こういう感じか。いでよ、金のなる木。うわぁ、こんな感じ。おぉ、これは、思ったよりしっかりしてる。これはここが丸くてね、服って書いてあるタイプのやつだね。ちょっと他のも全部開けよっか、今ね。これ二つ目。ちょっとだけ違うんだよね。ちょっと違う、やっぱり。うわぁ、袋っぽくなってる感じ。やーべぇ、金ピカ。なかなかしっかり作られてるな、これ3000円にしては。で、ラスト、三つ目。大きさはね、全部同じくらいだね。おお、ちょっと船っぽい感じのやつで、これなんかね、枝を好きな形にこう何動かせるらしいんだよね、こういう風に。ほら、なんか針金っぽいのでできてるから、ほらほらほら、あ、これ最初これ折りたたまれた状態で届いてるけど、こうやってほら、この葉っぱみたいな部分を好きなようにこう形、盆栽みたいに変えられるんだよ、ほら。なんかこういうやつのマニアになりそうだな。ほら、広げるとほら、これが本来の姿だね、これ。結構大きくなる、これ。いいね。なんかこれはね、石だね、石。ガラスっていうか石っぽい感じですね。なんかじいちゃんばあちゃんにあげたら喜びそうだな、これ。お父さんお母さんとかね。はい、3つ並べるとこんな感じ。いい雰囲気。あ、今気づいた。これだけ木の部分も金だ。そう、これが一番高かったんだよ、これ。価格はこんな感じ。一番左が3780円。で、それに対して一番右、このね、一番大きくてしっかりしてるやつ、これは2780円。あれ？パッと見じゃやっぱ分かんないもんだね。で、真ん中は3280円。そう思うとね、これが一番ね、しっかりできてんだよね。がっしりしてんので、枝の部分をアップで見るとね、こんな感じ。ほら、もうこういう感じだよね、こういう感じ。もうチャラチャラいう感じ。ほんとね、石ですね。冷たい石って感じ。なんかこう、銅線みたいのがねじられてる感じだね、この枝。だから好きな風に曲げれる感じ。で、この下の部分だよね、ポイントは。これが一番高いんだよ。で、服。これが一番安そうに見えたけど、そうでもないんだな。で、これ、一番安いのになんか、いい感じ。こうしてみると木の色、この二つ違うわ。ちょっと左のが赤い。これ一番安いやつとは思えないくらい、なんかこう細かいとこまでしっかり作られてる感あるんだけどね。で、これ服でしょ。これ可愛い感じだもんね。で、これ一番高いやつ。まあまあ金ピカだからかね。でもいい雰囲気。今後この辺に置いていくか、この辺にね。おばあちゃんちみたいになりそうだな、これ。でもね、ジジキンもこういうの好きなんだよね。あの、うちのじいちゃん。なんか訪問販売みたいのですっげえ高いの買わされてさ。ちゃんとしたこう、硬いとこに置かないと、あの、不安定かもしんない。おぉ、びっくりした。びっくりした。まあでもね、玄関、寝室、リビングに一個ずつ置きたいと思います。で、僕が全部買って一番いいなと思ったのは、これでした。2780円とは思えない作りでした。ブンブン。トゥデイズヒカキンズポイント、ワンハンドレッド。お金が貯まるかはさておき、素晴らしいクオリティでした。僕が買った Amazon のリンク、動画の概要欄に載せておきます。
金運とか信じる方、ぜひこのヒカキン TV、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブン、じゃんけんポン、バイ。